西沢圭一2014年10月18日は日本のオペラ演出家。西沢圭一という表記も見られる。宮城県仙台市生まれ、慶應義塾大学経済学部卒業と同時に日機械オペラの制作部に所属。演出家としてのデビューは1967年7月の東京生千音楽学校研究科第一回オペラ公演風呂等マルタである。 1968年9月には、日本オペラ研究会創立10周年、記念創作オペラシリーズナンバー4林校、アマンジャク・トーリコ・姫カンノ・ヒロカズ、イソップの森において、林美由子のもとで、舞台監督助手。1968年10月の東京生、千音楽学校オペラ科、第10回公演、グルック・タウリスのイフィゲニアでは、歌詞の日本語訳と、 舞台監督を担当している。同年11月から12月の2期会、藤原歌劇団合同の石井館、今朝と森等では、再び林美義の下で舞台監督助手。1969年1月から2月の2期会、ワーグナー、ラインの黄金においても、同様に舞台監督助手。同年6月のヨハンシュトラウス2世、コウモリで栗山正義の演出助手となり、 同年9月の宮原定治、幻ご胸近大橋物語では、舞台監督。同年11月から12月の2機会、モーツァルト、魔キでは、内垣慶一の下で、演出助手を務めている。1970年2月の2機会、ロッシーに、セビリアの理髪師では再び、栗山正義の演出助手となり、以後、内垣慶一、中村隆夫、栗山正義、 鈴木圭介、三谷霊次らの下で10年間演出助手及び制作に携わる。1976年より1年間文化庁派遣の芸術家在外研修院としてニュルンベルク州立歌劇場に留学。ハンス・ペーター・レーマンに指示。レーマンの死はビーラント・ワーグナーであり、西沢はビーラントの孫弟子ということになる。帰国後。 二機会での演出家デビュー作は1977年、ドニゼティ、ランメルモールのルチアである。以後、二機会を中心に、特に、ドイツオペラの演出の大半は西沢が担当している。また上述の、ルチアのほか、春勤賞、運命の力、リゴレット、シモン・ボッカ・ネグラ、イルトロ・バトーレ、カルメン等、ドイツオペラ以外の演出も務めている。また、 東京室内科劇場パーセル、ディドとエネアス日本語訳し新国立劇場、フンパー・ディンク、ヘンゼルとグレーテル字幕等も手掛けている。1997年新国立劇場コケラ落とし、公演、ダニークマ、ケン、タケルの演出を任された。また、会場記念公演、ワーグナー、ローエン・グリン、演出、ボルフガング・ワーグナーでは、芸術監督の補佐を務めている。 その後いくつかの演出を手掛けたが、2002年10月の2機会、ニューウェーブオペラ劇場モンテベルディ、ポッペアの体感を最後に、以降の演出記録は確認できない。2014年10月18日、病気のため死去。70歳没。勉強しましょう。アカリアの知識編。公益社団法人日本照明家協会。2020年3月24日閲覧。 ABC、オペラ演出家の西沢慶一さん死去。産経新聞社。2020年3月24日閲覧。ABC1988 年に機械公演。タンホイザープログラム主なスタッフキャストプロフィール。公演情報東京生。仙音楽学校研究科、第1回オペラ公演。マルタ。昭和音楽大学オペラ情報センター。 2020年3月24日閲覧。日本オペラ研究会創立10周年。記念創作オペラシリーズナンバー4。アマンジャクトーリコヒメ。イソップの森。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。東京製。千音楽学校オペラ科。第10回公演。タウリスのイフィゲニア。昭和音楽大学オペラ情報センター。 2020年3月24日閲覧。明治100年記念芸術祭オペラ特別公演。今朝と森東。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。二機会オペラ公演都民劇場音楽サークル第165回定期公演舞台祝祭劇。ニーベルングの指輪助劇。ラインの黄金日本初演。昭和音楽大学オペラ情報センター。 2020年3月24日閲覧。日記会オペラ公演。コウモリ。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。幻後京近代橋物語。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。日記会オペラ公演。マテキ。昭和音楽大学オペラ情報センター。 2020年3月24日閲覧。日記会オペラ公演、セビリアの理髪師。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月23日閲覧。日記会オペラ公演、ルチア。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。AB、イコールファインドパフォーマンシンフォーメーション西沢圭一。 昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。東京室内歌劇場14期第50回公演。ディドとエネアス、隅田川。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。新国立劇場1998-99シーズン。ヘンゼルとグレーテル。 昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。新国立劇場会場記念公演。ケン・タケル。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。新国立劇場会場記念公演。ローエングリーン。昭和音楽大学オペラ情報センター。2020年3月24日閲覧。 ありがとうございます。